はい、こんにちは。シュウォッチね、電池切れてると思うんで、直したいと思います。直す!いや、電池を変える。いやー、せっかくさ、めぐみさんさ、16連射したかったのにさ、電池切れちゃってるんですよ。買ってきました。ボタン電池。LR1130 ってやつなんですが、まあ、同じです。同じ。電圧も一緒。全部一緒。何もかもが一緒。マクセル。マクセルといえば、何度も言いますが、5インチフロッピーの時代にね。いやー、マクセルって言えば5インチフロッピーですよ。5インチフロッピーって言えばマクセルですよ。電池ないね。ない。そうか、私取ってどっか行っちゃったのかな。では、1個出します。コンビニとかでも多分、この電池とか売ってんだけど、1個300円とかさ、膨大な値段つけてんじゃん。これ1個100円だからね。100円ですから !1 個じゃない、全部なんかさ、値段が100円だったかな。まあ、そんなもんなんですよ。秋葉原とか行ってお店、まあ、あれば、まあ、コンビニはまあ、しょうがないけどね。そんな中ね、やっぱ、ああ、やべえ、電池ねみたいな感じの時に、コンビニが、いや、あるよ、あるよ。まあ、ちょっと高いけど、あるよ、みたいな感じで、便利さですよ。あ、でも違うんですよ。これを使わず。着いたなので、蓋しまーす。蓋します。いやー、これどうしよう。分解動画にあげる内容かこれ。あー、できました。ほら、ついてる。これ時計になってんの?時計モードだね、今。シューティング。あれ?シューティング、スタートとか押すの?あ、カウントが10入ったね。押したら10スタートする。ほら。これで160行くと16連射ってことですよ。いやー、いいね。どうしよう。このまま行く?動画分ける?動画分けよっか。修理動画見てもしょうがない人もいるもんね。お前の連射が見たいんだっていう人もいるんで分けましょう。じゃあ今回ここまで。シュウォッチ電池交換でした。以上。こういったものはね、ほんとね、量販店でもいいんだけど、往年のね、電気屋とか、まあ、アマゾンとかでも多分安くで手に入るんじゃないかな。秋葉原行きましょう。皆さん、秋葉行きましょう。いっぱい売ってる、安くで。そんなわけで、シュウォッチ電池交換でした。バイバーイ!